はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。竹田塾の、先生の勉強法を紹介するというこの企画なんですが、今回はですね、もう大学生になりたて、竹田塾出身の、先生で、なんとですね、行ってる大学、まあ、この後紹介してもらいますけど、青山なんですけれども、関西の校舎、出身で、たまたま今回関西の、大阪校の方に来ていただいたので、ちょっと、大阪校でインタビューしました。では自己紹介お願いします。はい、野村光平です。青山学院大学地球社会共生学部1回生です。はい、はい、よろしくお願いします。合格したのは、まあ、さっき言った通り、はい、2016年で、はい、大丈夫ですよね。で、ちなみに青山学院以外に合格した大学ってありますか？はい、立命館大学と関西学院大学です。なるほど。大阪の方出身なのになぜか受かったのが、そっちも受かってんのに青学行ったと、はい、ちなみに理由は、まあ、やっぱり親元離れて一人暮らししたかったからです。なるほど、はい、ということですね。ありがとうございます。で、志望校、使った科目、まあ、文系なんで、はい、英語、国語と数学です。数学で、はい、数学受験ということですね。ありました。じゃあここからはですね、野村先生の話いろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。